はい、バッチョクで電源を取るのですが、まあ、これが普通のあれですね、これは確かエーモンかどっかのやつですけども、で実はですね、サブウーファーがついている関係上、この車バッチョクはしてありました。で、まあ、これ10アンペアなんでね、これなんです。遅いんだよ、奥のここに、ね、30アンペアの方に変えます。エモンのですね、30アンペアのヒューズのついた、バッチョク用専用コードをつけてですね、これをあの元々あったコードのところをずっと通してドアの内側まで持ってきます。はい、でこれが、中側なんですけども、ドアのそのすぐ底を通すしかなかったみたいですね。だからこれを、ちょうどゴムの下を通してって形でダッシュボードの下まで持ってきます。それであとはこれ2つあるんですけども、15アンペアの方と10アンペアの方の2つありますので、それをおのおのアンプ、4チャンネルのアンプの方と、あとはあのサブウーファーの方につなぎます。意外とですね、この車の場合にはバッチョクは簡単でした。こんな場合にバッチョクをしてですね、あとは、決線をして音を聞いてみたいと思います。